使わない道の。いやいや、うん、すみません。普段その鹿島神社の今誰がやってる？鹿島神社。うん、あそこのあの電車通りのこっち側ね。あ、加古神社。あ、加古。うん。いや、加古。加古。大橋神社って何のかな？大橋神社と今井落ちのまあ、まあ、向かいです。向かいです。調べた。乗ってました。いらっしゃいませ。はい、この桂浜でやるのにね、小さな
って置いてあるんだけど、今回見えないの。それはあの会社さんも結構嬉しいなと思う。完璧に自分の世界を持ってるから、持ってるから、うん、自分の世界がもうそのまま東京から来てこっちになりますよって感じだった。どこ行ってもこういう自分が鶴太郎さんが履けるようになってたのに、どうなったでしょう。私の中も履いてたのに、うん、私の喋ったこと全然知らないで、うんね、入ってね、見よったら、うん、出されてねとここ来て言うの。ああ、うん、時に、うんうん、私が怒鳴られたの知らんかよ。しかもその芸賞っていう賞なんだ。そのやっぱりなんだろう、鶴太郎カラーでそう、そういうところがプロじゃないのね、そういう面が。でも池添さんやったから同じくできたと思うんですけど、うん、あの穏やかな感じで、あれでテンパられたらもう私なんか崩れたらもう、うん、私ね本当にもうなんか体もなんかね、うん、しなんかこれが大事なのもパパッと動くけど、そうなんですよね。どうぞ。
そんなに素敵なとか、ベタベタした感じなの、うん、結構あっさりした、うん、その今時のお嬢さんたちみたいに一緒に買い物するとか、買い物とかっていうのは思わなかったんですよ、うんうん、はあ、もちろんのお嬢だったんですけど、だから余計にそうかも、うん、毎日には大変だ、実はそうだね、戦争のような、うん、まだ4日ですもんね、4月のもうちょっと、あの始めた頃は結構ね、うん、嬉しかったんだけど、土曜日もあるのかな、それに、うん、ほら考えてみたら水曜日に、あの水曜日だったらもっと受講生が多くなると思いますって言ってくれたけど、行ってみたら昼間ずっとやってるじゃないですか、松田さんが、はい、あの、うん、でたくさんの時間も、うん、水曜日って、うん、でまあ夜だけはやってないけど、これもやっぱりどうかなと思った。でも今来てるその一人の人は水曜日がよくて来てるのよ、あ、うん、ねえ、水曜日が一番都合がいいんだ、うん、すいませんね、私ね、方向の方にやってたら結構ね、なんか縄張りみたいなのがあってね、担当みたいなのがあって、ね、